マサルの勉強部屋高度共通試験午前1対策編、今日も頑張っていきましょう。はい、それでは今回は残留リスクについてお話ししてみようと思います。早速今回の問題チャレンジしてみてください。今回の問題こちらです。平成27年秋の午前の問い41番です。実数 9-31,2010 リスクマネジメント原則及び指針における残留リスクの定義はどれかという問題です。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。自分で問題にチャレンジしたい方はここで動画を止めてチャレンジしてみてください。はい、それでは答えの発表です。今回の答えはこちらです。はい、絵のリスク対応後に残るリスクが残留リスクでした。皆さんどうでしたか？正解できましたでしょうか？それでは今回ですね、残留リスクについてお話ししていきたいと思います。残留リスクについてこれからお話ししていくんですが、その前にリスクって何だろうっていうところからお話ししてみたいと思います。情報セキュリティにおけるリスクとは何かという話です。このリスクとは損害や影響を発生させる可能性のことを指します。リスクは情報システムやそこで扱われるデータなど組織の重要な資産の保全を驚かすもの、こういうものがリスクですね。なので情報セキュリティにおけるリスクとは、まあ、悪いことが起こる可能性と捉えておけばいいと思います。なのでリスクを下げるというのは悪いことを起こる可能性を下げたいっていうことなんですよね。ではリスクを下げるためにどんなことをするかっていうと、前回前々回とお話ししていますが、リスクアセスメントを行います。リスクアセスメントっていうのが何だったかっていうと、リスクアセスメントは分析と評価を行うことによってリスクを下げていこうといった手法ですよね。まず分析のフェーズからいくと、まずリスクを特定します。先ほどもお話ししましたが、リスクイコール悪いことが起こる可能性ですよね。そしてこの悪いことを引き起こす原因というのが脅威と言われたりします。まあ、つまり要因ですよね。例えば人的要因、これは人間によって引き起こされる要因で、環境要因であれば災害によって引き起こされる要因、このように結構難しい言葉で書いているんですけども、自分の中でイメージしやすい言葉に置き換えて、その言葉の意味が頭の中で理解できるようにするといいと思います。そしてここで分析したリスクを算出します。リスクを算出するときは損失額×発生確率といった計算式でリスクを算出することができます。はい、それでまずはリスクアセスメントの分析についてお話ししました。次は評価についてお話ししていきます。評価は先ほど分析した内容を見て経営陣がリスクを評価します。もちろん全てのリスクに対して対応できればいいんですけど、全てのリスクに対して対応するというのは現実的に不可能です。なので優先付けをしてリスクへ対応していきます。で、対応するときには例えばリスクコントロールをしてリスクを回避したり、リスクを低減させたり、リスクを移転させたり、そのような対応が考えられます。これらのリスクコントロールの対応内容については前回の動画で詳しくお話ししてますので、もし知りたい方は前回の動画をご覧になってください。そしてリスクへの対応に関しては、対応するだけではなくて、先ほどもお話ししたように、全てのリスクに対しては対応することができないので、対応しないリスクというのも出てきます。そういったものはリスクを受容します。つまり何もしないっていうことですね。そういったものは残留リスクとして、まあ、許容範囲としてそのリスクを受容することになります。そしてこの残留リスクというのは実数で定義されていて、リスク対応後に残るリスクというふうに定義されています。あと注意書きで、残留リスクには特定されてないリスクが含まれるということも書いてますので、まあ、こういったところを覚えておくといいと思います。それでは情報セキュリティのリスクの話とリスクアセスメントのお話をしたところで問題解説に移っていこうと思いますが、問題解説の前に少しだけお知らせをさせてください。マサルの勉強部屋では自分自身の勉強内容をシェアして成長したいエンジニアの皆様に価値ある情報を発信できるように頑張って動画を作成しています。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。いろんなコンテンツのプレイリストを作って概要欄に載せてますので、ぜひ覗いてみてください。突破口 .com のガッキーさんと一緒に作っている IT 用語動画自体もとてもおすすめのツールです。試験対策にぜひ使ってみてください。それでは問題解説に移っていきます。問題解説です。今回の問題は、まあ、実で規定されている残留リスクの定義は何ですかといった問題でした。まずは青を見ていきましょう。監査手順を実施しても監査人が重要な不備を発見できないリスクと書いています。これは残留リスクではなくて発見リスクと言われます。発見できないリスクですね。そのためあの選択肢は不正解です。次、いに行きます。
業務の性質や本来有する特性から生じるリスクと書いています。これも残留リスクじゃないですよね。これは固有リスクと言われます。固有リスクのためこれも不正解です。次はうです。うは利益を生む可能性に内在する損失発生の可能性として存在するリスクと書いています。はい、これは投機リスクの説明のため不正解ということになっています。先ほど私セキュリティのところで出てくるリスクっていうのは悪いことが起こる可能性だよっていうふうにお話ししたんですけども、ここでお話ししている投機リスクはセキュリティとはまたちょっと違う話で、投機リスクに関しては利益を生むこともあります。損益が発生することもあります。つまり悪いことが起こるとは限りません。混乱しないようにしっかりここは切り分けて考えてください。では最後です。最後は A ですね。リスク対応後に残るリスク、この A が今回は残留リスクの説明として正しいので正解ということになっています。はい、それでは今回は残留リスクについてお話ししてみました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が参考になれば高評価いただけますととても嬉しいです。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。